議員さん、こんにちは。本日は丹波市市議会議員の西本義弘さんにお話を伺います。西本さん、こんばんは。こんばんは、どうも、よろしくお願いします。はい、ご無沙汰です、ね、今日ちょっと雨がね、そうですね、はい、昨日からどやら降りまして、この降りでは大変やなと、はい、注意報まで出てましたからね。そうですね、ちょっと心配しとったんやけど、ほんまですわ。今あの雨がね、うん、なんか古い言ったらもう、ね、言い方悪いけどアホみたいに、ね、降って、このなんかすぐ線状降水帯とかね、そう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 、天気予報でも言うから ね、 ね、怖いですね。で、梅雨かな思ったらこの降り方がね、どうもなんか変な感じではございますが、そうですね、はい、そんな感じでございます。今日もあの本会議の方が開催されてたんですかね。今日本会議ではないんで。あ、そうですか。常任会、総務文教常任会で、はい、本会議からあの付託されたあの議案についての審査、まあ、その他ありましたけど、はいはい、で遅くまでやられたということで、5時過ぎてましたね、はい、今日も、はい、じゃあね、あの夕食食べてこちらの方へ駆けつけていただきまして、すいません、ありがとうございます。いえいえ、はい、本会議の方では、一般質問の方はされたんでしょうか。はい、6月の、4、5、6やったかな、あの3日間ありまして、はい、ちょうど私あの真ん中辺、あの5日の日のトップバッターで1番目やったんですけど、はい、今回は2つ の、 あのテーマについて一般質問をやりました。はい、どんな内容でしょうかね。一つはあの今、まあ、全国的にもあるいはマスコミでも大変騒がれておりますけれども、ハラスメントの問題、はい、特に職場、まあ、市役所の中でのですね、うん、はい、セクハラ、パラハラですね、パワハラなど、最近ではあのカスハラって、はい、カスタマーハラスメントということで、まあ、お客さんとか相手から職員に対してあのいろんな、まあ、ちょっと若干の理由があったとしても、ひどく罵倒されたりね、うん、あのまあ、土下座されたりいうようなことを全国的には例があるようですけど、はい、まあ、そういうのはあのこれはもう重大な人権の侵害であってですね、うん、まあ、あの許されることではないということで、あのこうしたハラスメントは、まあ、身体的にも精神的にも、まあ、攻撃あるいは過大な仕事を与えるというふうな、あるいはあの過小の仕事しか与えないという、人間関係から切り離すというような、上下関係にあの乗じて支配しようとするという、そういう人権問題でもあって、決して今許されない行為だということです。これはあの社会的にも大きな今、大問題になっておりまして、そういう問題について、まあ、丹波市の市役所の中ではですね、まあ、実態は明らかになっておりませんので、まあ、その点について、一応質問をして状況を問いただしてみました、はい、そこでですね、単発的なその、ハラスメントはあるようです。それでその都度、まあ、担当の方で事情を聞くなり調査をして、まあ職場でのいろんな指導とか、そういう解決のための相談なども載っているようです。それで、まあ、それは当然単発的なことは、まあ、それが起こったいうことが明らかになった時点でそういう話になるんですけど、実はその表沙汰にならないそういうハラスメントがあると思いますので、うん、それだけではまあ不十分なんで、一遍、まあ、全職員を対象に
実態調査をやったらどうかと、まあ、いうようなことを一つは提案をしたわけです、うん、で、まあ、当局の方は今話したようにハラスメントの事案があった場合には、あ、いや、実態調査はやっていませんと今のところね、うん、でハラスメント事案があった場合については、部署に対、その部署について実態調査をやっているぐらいなことで、まあ、適時対応し改善に努めていると、うん、まあ、いうぐらいな話でした。おう、これハラスメントはいろんなハラスメントがあるんですけども、大概内部告発とかね、はい、なんかそういうなんでこう表沙汰になって、そうですね、いろんなニュースとかにね取り上げられてますので、はい、まあ、実態っていうのはなかなか見えてないというかね、まあ、当然そのハラスメントを受けててね、面白くないからね、やめたりしたのは風に入ってこないですよね。そう、はい、そのままうやむやになってしまいますのでね。で、現在やっぱりその内部のハラスメントもあるんですけど、外から、つまりカスタマーハラスメントですね、うんうん、はい、これはお客さんからまあ一方的な攻撃を受けるという、うん、はい、で、まあ、相当か過激な言葉とか使いながら、まあ、職員を非常にこう責めるという、そういう状態もないこともなかったわけです、聞いた話ではね、うん、はい、そういうことも含めて、うん、やっぱり実態をつかまないと、もう対策もね、きちっとした対策もできないと、まあ、うん、研修会などはやっているようなんですけどね、はい、内部ではね、ただ具体的な問題が表立てにあんまりなってへんじゃないかということで、うん、これは改めて質問して一遍実態をつかめと、うん、まあ、いうことを今回提起したわけです、はあ、で、まあ、当局はまあ、今一応個別な対応をやっているし、職場におけるハラスメントの防止に関する要項というのも国からの指導もあって、うんうんうん、それを制定すると、まあ、作っていると、はい、ほんで相談の窓口も一応は職員課の方で設置をしておるという支援体制も作っているという、まあ、答弁ではありましたけれども、それでもなおかつ、はい、それは単発的なことなんでしょうと、全体を掴んでないということなんで、ちょっと調査してないわけですから、うん、まずは一遍実態調査をやって、その分析の上に立って、もう本当に実行ある対策を取るべきではないかということを再三、まあ、そこでやり取りをやったわけですけれども、うん、まあ、最終的にはカスハラも含めて、はい、実態調査を行いますと、うん、まあ、こういう答弁がありましたので、で、まあ、調査することは良いんやけど、はい、まあ、それをぜひ公表してね、うん、この丹波市の職場ではこういう状態やということを明らかにした上で、まあ、改善策を取ってもらいたいと、はい、うん、まあ、いうふうに結んではおきましたけど、うん、まあ、確かにね、職場内で、まあ、いろんな調査はねされてるとは思いますけども、やっぱアンケートなかなか書きにくかったりね、実態が出てこない場合もあるんですけども、まあ、調べてみるっていうことはやっぱりね必要なことなので、はい、で、やっぱり人によってね受け取り方が全く違いますからね、うん、同じねことを言われてもね、そうですね、はい、ちょっと見解の違いはあるかもしれませんけれど、はい、うん、やっぱり類似した行為でもやっぱりそれを一つ、まあ、振り返ってね、はい、これ以上やるとハラスメントになるなと言って、うん、まあ、まあ、要するに職員の中でそんなまあ、いろんなことがあるでしょうけれど、やっぱりどういうかな、この雰囲気を良くしないと、はい、まあ、市民に対するサービスもうまくいかないだろうし、うん、やっぱそういう意味では職員頑張ってもらわなあかんし、うん、そういう中でやっぱり良好なというか
働きやすい職場環境を作っていくいうのは、はい、市民サービスの向上にはつながっていくんじゃないかと。まあそれはそう当然ですよね。やっぱり職員が毎日行くの嫌で、でまたお客様の相手なんてね、うん、そのまあ市民に対するね、サービスもやっぱりね低下してきますのでね。そうですね。はい。それもぜひともね、はいはい、調査して改善もしあればですね。そうですね。改善していっていただきたいと思いますね。はい。はい。本日は丹波市市議会議員の西本義弘さんにお話を伺っております。西本さんの方からリクエスト曲をお聞きしておりますのでご紹介していただいてよろしいですか。はい。まあまあ、あの土演歌なんですけれども、坂本冬美の再会酒場っていうやつ、これあのコロナ のあれからあのまあ明けましてね、5類に移行して、まあ、あの宴会やら、まあ、その出入りもできるようになったと、まあ、いうようなことから、まあ、それを励ますようなことになってますけど、まあ、土演歌の土演歌なんですけども、はい、以上です。はいね、土演歌、はい、いいですねこれね。そうですね。坂本冬美さん大好き。はい、はい。本日は丹波市市議会議員の西本義弘さんにお話を伺っております。ね、前半ハラスメントのね、はい、話を聞きましたが、今はね、まあ、全国的にというかね、人口減少もありのでいろいろな問題も出てるんですかね。そうですね。丹波市も今年の9月に今、まあ、ずっと議論をしてるんですけど、第3次総合計画、つまり、まあ、丹波市の町づくりを進める最上位計画 の、ちょうど見直しの時期になっておりまして、はい、第3次になりますけど、それは今、はい、出来上がりつつあります。まあ、今日もその話あったんですけど、うん、はい、2050年、にはですね、まあ、2060年すみません2060年に、はい、その第3次総合計画ではですね、2060年の目標人口は3万8000人で、今現在では、まあ、6万人弱の人口なんですけど、はい、現在ね、はい、まあ、それがなんと、まあ、2060年ですから、今からそれでも三十数年あるんですけど、うん、はい、それで3万8000人で、まあ、半減近くになると、うん、そうはね、恐ろしいですねこれね。このまま行くと推計人口なんですけど、結局はやっぱり、はい、若い女性、まあ出産可能なね、うん、そういう年代の女性が、まあ、出てながら帰って来れないし、うん、来ないと、はい、いう状況がこれから続くだろうという予想のもとで、はい、こういう人口推計になってるんです、うん、それで、まあ、まあこれは私だけなくてどの議員もそうですし、まあ、当局もなんとか人口減少を食い止めなあかんということで、いろんな施策をやってます。子育て支援とか、まあ、いろんなことありますけど、うん、はい、で、まあ、転入とかね、はい、まあ、転出をできるだけ食い止めようとか、うん、転入者を含む交流人口を増やそうとか、はい、まあ、そういうことを、まあ、手は打っているんですけども、はい、まあ、予想の中ではこういう状態になっていくと、うん、それに乗じて当然子どもが少なくなってきますよね。はい。ほんでちょっと、まあ、教育委員会から出された資料を見てみますと、はい、まあ、今でも、まあ、小さい小学校は一桁の学年に一桁、うん、まあ、8人9人、お 5人6人そういう学校も増えてきたんです。へえ。で、まあ、それが1学級 4人とか5人とかになると、はい、それが2クラスできると複式学級言いまして、うん、学年を統合して、はい、複式に
学校で教室に入って、うん、まあ、同じ部屋で違う学年の子が一緒に勉強するってやつですね。そういう学校もちらほら出てますの で、 あら、でそれを理由にあの学校統合という方向へ進めていこうというのが、うん、今の教育委員会の方針なんです、はい、で私はまあ学校統合をあのすることがあの本当にその地域の活性化になるのか、地域から学校になると学校がなくなるとその地域そのものが疲弊していくんじゃないかと、うん、できるだけ少人数学級をで、はい、まあ、続けていくのが基本やと、うん、まあ、いう立場なんですけど、はい、まあ、合併はしないと、うん、統合しないということでね、うん、でその今の話あのデータをちょっと見ますと、現在3月31日現在でそのある小学校では、うん、0歳児が今1人、2歳児が1人という、うん、そういう、まあ、年代があるんですよ。あ、これがあの1小学校じゃなくて、まあ、2人いうところももう1つあるんですよ。そういう学校がちょこちょこ出てきました。あら、まあ、ちょっとあの昔ね、分校みたいな、自分のことの記憶でいくとそんなとんでもないような、そうで1学年に1人という小学校で、あの全校生徒がもうほんならそれこそ十何人とかね、うん、そう、はい、そうなってしまいますね、そういうことです、20何人とか、はい、で、まあ、これで、まあ、これは大変やということもあって、うん、なんとか子どもの数を増やすためにはいろんな施策がある必要なんですけど、はい、まずはその手っ取り早いのはですね、はい、まあ、昔よく流行った話なんですが、山村留学というのがちょっと、うん、ある人と話をしながら、はい、まあ、思いついたっていう話やな、うん、そういうことで、はい、これちょっといっぺんその、投げかけてみようと東京にね、うん、はい、ということでこの間一般質問をやったわけです、これはあのでも日本国内どこも同じようなね現状なので、まあ確かにあの留学してるとかテレビで見ますよね、まあ、今いろんな子どもがおりますので、はい、まあ、都会の中ではなかなか馴染まないという、で田舎で、はい、そういう、まあ、素朴なところで、うん、あの広々としたところで、まあ、この学校に通うという、うん、そういう子どもを育てたいという、はい、そういう家庭もあるようなんで、その全国で今あの2年前の調査ですけど、山村留学に取り組んでいる自治体は22道府県で64市町村、うん、小学校では85校、はいはい、まあ、403人なんです。中学校で54校で261人、全国ですよ。そんな少ない、少ないんですわ、割と調べたらそんな感じ、まあ、それはいろんな経過があるようなんですけど、はい、近畿ではもう3つの小学校で15人、中学校で3人の合計19人なんです、18人なんですけどね。あ、そんなもんですか。そんなもんです、なかなか、まあ、増えない。あ、まあ確かに、ね、高校生ぐらいになるとね、うん、自分のやりたいことに向かってね。ただこの間でテレビで ね、プロジェクト X で、はい、あの昔、まあ、今再放送やってますよ ね、 やってますね。アマチョの、はい、放送やってたんですよ、うん、やってましたね、私も見ましたわ、はいはい、まあ、僕も見た、はい、それで あそこはもうこれでもう村がなくなると、で財政も破綻すると、はい、いうことで、その家族ごと、うん、移住してもらうということで、政策を取って、はい、でかなりそこが非常に話題になって、まあ、島なんですけど、ね、島やから、はい、丹波市からも留学してる子何人かいますよ。あ、そうです、はい、でそれの今度はこっち版にしたらどうかというふうに思ってやったわけです、はい、質問したんですけども、はい、まあ、当局はいろいろその、まあ、まあ、山村留学の場合、まあ、うん、そういうところばっかりではないんですが、はい、そのセンターをね、うん、受け入れの、はい、うん、センターを作ってそれには人を配置しないかんとか、うんうん、それからもう一つは僕がいつもホームシティのやり方と、はい、
それからその市営住宅とか公用施設を家族ぐるみでまあ来ていただいて活用する方法がいろいろあるんで、まあそういうことを検討したらどうかと、まあいうことを言いました、はい。で、まあ実際はもう船木小学校なんかはもう非常に少なくなってくるんですけど、笠間町のね、そこには市営住宅があるんですよ、牛ヶ町というところに、はい。まあ、そこで空いてる住宅も結構あるし、上久家小学校であれば、はい、上久家の小学校のところに、校区に、市営住宅がそれもあります、だからそういう市営住宅も活用すれば家族でそこに移住していただいて、まあ、使用料は無料にするとか半額するとか、あるいはその留学してきた子どもたちには給食費を無料にするとか、まあ、医療費はもう高校生まで無料になってますけどね、そういう特典なんかを示しながら募集すれば、それなりに移住者家族ぐるみであるんじゃないかと。そんなセンター作らんでもね、寮作らなくてもいけるじゃないかということをやったんですが、市教委は、まあ、そこまでまだ困っている状態ではないと。そうなのね、丹波市中途半端なのよね、まあ、ちょっと切羽詰まってないところがあるから、ね、まあ、検討するのは非常に難しいと、いうのが、まあ、答弁でした、でも何らかの方法を考えないと、まあ、このままで指加えて待っとるのでは、ますます疲弊するんじゃないかということで、今度 の、 その第三次総合計画においても、その移住定住というのは一つの項目にありますので、その中でも加えていけば、対応していけばいいんじゃないかと思うんですが、まだそう検討する段階にないということなんで、まあまあこれは不発に終わりましたけどね、しかしこれから本当に人口減少はどこでもですけど、全国的にそうなんですけど、やっぱり食い止めるためにはいろんな施策をちょっと検討してみる必要があるんじゃないかということで、まあ提案したわけでございます、そうですね、意外とね、まあ、少子化対策で思い切った対策とかね、政府言ってる割に、まあ、地方の自治体ももう一つね対策ないです ね、 そうですね、あんなこと言うたら叱られますけど、でも、全国的には人口が増えているところ、まあ、都市部に多いんですけど、まあ、そこの 中身の政策が良い社会言うてね、そこへ目指してくるという例もかなりできとるんで、なんか特徴やらそういうものを生かせば、僕は可能ではないのかと思うんですけどね。あ、そりゃそうですよ ね、やっぱりここは農村ですから、まあ、いろんな仕事は、まあ、そりゃ工場は大きい工場はないんですが、農業とかね、そういうのも十分ありますので、まあ、特色はね、まあ、めっちゃくちゃいっぱいあると思うんですよ ね、 ね、はい、まあ、ちょっと大阪行くにも近いところにもありますからね。そうですね、はい、そんな話を聞いているとですね、あっという間に時間が来てしまったようでございます、はい、ね、もっといろいろねお話を伺いたいところですが、本日は丹波市市議会議員の西本義弘さんにお話を伺いました。西本さん、ね、まだまだもう少し選挙までありますので頑張っていただきたいと思います。はい、はい、それでは、本日は、どうも忙しいところありがとうございました。ありがとうございました、はい、ラジオを聴きの皆様、また来週ということでね、はい、それではさよなら、さよなら。